少しは休んだらどうなの？いつ襲撃されるかわからないからな。こういう時は休まないようにしてる。直文様、私が見張りをいたしますので早めにお休みください。そうだな。なんでラフタリアさんの言うことはすぐに聞くの？別に。メルちゃん、ヒーローこのお家探検したい。そうね、行きましょう。もう少し優しくしてあげてもいいんじゃないですか？どうしたの、メルちゃん。直文と出会ってからすごくわがままになってる気がして、言葉遣いも悪くなったし、なんだか自分が自分じゃないみたい。ごめん、何言ってるかわからないよね。ヒーローは今のメルちゃんが好きだよ。え？だってメルちゃん、ご主人様と話してる時とっても楽しそうに見えるもん。違う。メルちゃん、一緒にご主人様に可愛がってもらおうよ。可愛がって？私はそんなんじゃない。